あなたのお気に入りはどんなこと？それはどんな色をしていて、どんな形？どんな香りがして、どんな肌触りがするのでしょう？お気に入りのもの、大切な思い、あなたに大切に思われているものって幸せですね。あなたが好きという気持ちを受けていることはキラキラ輝いているでしょう。あなたのお気に入りが毎日たくさんになって、目に入るものすべてがあなたのお気に入りになったら、どんなに素敵な世界になるでしょう。嫌だなとか嫌いだなと思うことって、物であっても人であっても、そういう気を受け取ってしまうから、最高に輝くことは難しい。あなたは魔法使い、あたり一面を輝かせることができる力があるの。あなたがお気に入りを選ぶことは、もやがかかって難しい時もあるのかもしれない。そんな時はあなたの本当の力を思い出して、あなたには最高のパワーがあることを。お届けしちゃうよ。